これ一斉フリーズじゃね、一斉フリーズやんこれ。そうだよね、はい、おはようございます。久しぶりだね。抽選参加人数が400人以上、もうバッキャー打ちたくない。50倍以内よろしくお願いします。それダメだこれ、またバキだ。はい、267番、ラッキーアイテムコーヒー飲んできたけど267番、よろしくお願いします。おはようございます、よろしくお願いします。あのね、やっぱ開いちゃうんだよね、バキに関しては。開いてると思うよ、やっぱ開いちゃうんだよな。うん、はい、おはようございます。私セブンズ TV メンバー人間体感機ワロスです。本日は大阪府のとあるホールにてワロスの俺打ち。俺打ちとは、俺流の打ちっぷりをアピールすることである。故に何でもあり、その手で勝利をつかみ取るのだ。で、朝一取った台がバッキ強くなりたくまくらえ打っていきたいと思います。もうね、1分間でパティスロ最強を決めたいと思います。レディーファイ。まさかね、皆さんがね、この1分間で強くら確定するとは思わないでしょうね。ブレイキングバキやっていきます。そろそろ強水化3連打しないとまずいな。せがれならばと期待していたんだが、もう生きて帰らねえぜ。もうこのセリフをね、出したのはすごいわ。1分間でもう生きて帰りねえぜ、そういうことだから。1分間でこのセリフが出るってよっぽどだから。今日出るわ強くら、間違いなく出るわ。当たりました、天国だね。朝一132ゲーム、すんばらしい。力みないけど、はい、朝一渋川狩り行きましょうか。出品抜き、はい、ダメでした。あ、まあエンドルフィン貯めていきましょう。はい、ありがとうございます。またしても天国、今回も力見さん126ゲーム、投資が9000円。もう芝まで行っちゃおう。千春ハンマー、あのバキっていう作品見たことない方、まあ、いるとは思うんですよ。義務教育ではあるんだけど、これバキのお兄ちゃん。 OK、 最近スピンオフがね連載してるんだよね、連載っていうか出たんだよね。はいはいはい、確定、はい確定。この流れで継続、もうしょうもない、これが一番しょうもない。継続の鬼になれ。 OK、 50% 以上。はい、等身大 TV いきます。20ゲーム、いきなりパネル消えてるって、こんなことある？あ、いきなり男を比べる戦い。これもう1ラウンド降格でジャック・チェーニーが 30% 刺したって感じだね。もうあの一瞬でもう全部刺しちゃう、理解が早い。レベル1きちー。はい、今のねいいパターンだったけど、レア子役調子こいてんじゃねえぞら。はい、ダメ、カットイン、これは強い。 OK、 やっと乗っけた、まあ、レベル1なら1個乗っけただけでありがたい。当たるんかい。30ゲーム以上は降格。このねバトルの内容で次のラウンドのステージとかゲーム数
チタしてるんで、そこを理解すると一気にこの台おもろくなるんだけど、勝ちには直結しない、マジで勝てないから、みんな気をつけて打ってってことは降格ってこと。これマップには書いてないけど、もしかするとめちゃめちゃいいシナリオの可能性あり。蹴り継続率 50% 以上なのでガードしていく、蹴りなんとかガードしてほしいところですが、はい、食らってく、まあ、なかなか起き上がんねんだよな、チャンス目。そうなんよ。はい、シスターなしの3ラウンド187枚、まあ、こんな感じですまあこの台で勝ちたいと思ったら一つだけ方法があります。打たない、打たないことだね。本当に勝てない。231ゲーム、力みが2、オリバ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 勝った、マジか、ナイスマキ君ギリ、でもこれギリダメだ追加投資13,000円、頼むよ、おい頼む、ダメ、マジ、おい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 、来ちまったか、当ててくれ、もう覚醒でぶちかますしかないんだ、いけ、頼む、おし、強い、よく当てたバキ、覚醒だろうなバキ、20ゲーム覚醒、本気でやるしかねえ、この動画これがピーク、今ピークやってます、残り20ゲーム、まさに1分間の最強決めよっか。はい、今反応できたかな、みんなベルで青ゼリフ、これね当選してます。さらにここであのね、長考の弱子役の当選確率わかんない、あ、長考中は弱チェリーでも 50%、 これとんでもないな、ベルで当選していて、なおかつチェリーの抽選も受けている状態、あれだ、多いっすよ、はい、ベル当選の男クラブ、レベルは1、いきなりこの反応は、よし、入ったから何なのって話だよね。はい、これはねチェリー当選だね、 50% 仕留めてました、まあ、基本はレベル1で、レベル1は何もできない、だからこそ勝ち上げる、頼む拾ってくれ、ダメ、4連続でベルを引いて、5連続でベルを引いている、調子乗ってんじゃねえぞ、おら行くぞい、おーストック、まだ OK、 さらに、あ、ダメ、弱パターンのプッシュボタンあるやつない、おーし、多分レベル1で頑張ってる、調子乗ってんじゃねえぞ、おら、ナイス2個ストックなんじゃないの、もう1回やりたい、出たこのシャムシェイドみたいな神ソング、来てる、サンパさんマジでうまい、レア子役も引いてく、気持ちを込めて、おーし、これレベル2かもしれない、来てる、これレベル2だ、これこれ今日のピークだよ、これで V ストック4つ目、おい、これ弱パターンのプッシュボタン発生する熱いパターンのやつ、違う、いいんじゃないの、ラスト諦めるな、おい、しょうがない、いいぞ、Vストック4つ、
強烈。私は一向に構わん。よしよし、あっ、なぜどうぞ。あるな、あ、ありがとうございます、嬉しいっすわ。はいはい、手痛い目押し水、継続すればいい、やりやす。やべえ、もうストックねえんだった。バキ君頼む、夢を。終わったわ。おー、ナイス、これは嬉しいパターンのやつ。はい、次10ラウンド、しかも30ゲーム、この格好来てほしい。やっぱね、20連って難しいんだよ。現実的に強くらぶち込むなら10ラウンドハンマーボーナスの 16.8% 通すしかない。縮小ストックできねえ。あー、ここで強制第3停止裕次郎、これあるかも。あるわ、ナイス、 X 入ったわ。ジャパン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 、よし、これでやる、乗っけよう。オッケー、オレイ、オッケー、10連確定、終わった。しかしこの1ストックでかい、ハンマーボーナス確定、これはでかいでかいでかいハンマーボーナスになるでしょう。さあ、いきますよ、強くら。はい、いきなり2段階。次も2段階ならうなずき入るよ。大事大事。あー、ない、いきます、最後当選してれば安定します。いけ、あー、ダメだこれ、もう10連はできません。チャンスアップ、当てろバキ、もうかわせバキ、オッケー、ナイスガード、頼むぞ、これやばそうだ、これやばいやつだ、今日だね。ここで終わるか、1000枚突破、タイミング悪いな。マジ強攻撃タッチ、これ継続率いいかも。基本立たねえんだよ。さあ、男比べたこんなの、ほら4人も集まった。ジャックチェでもらったね。じゃあ行こっか、この弱パターンのプッシュボタン来るやつは熱い、体感8割。 OKOK、 レベル2の可能性すらある。ここで乗っけねえと勝てねえぞ。おい、 OK、 ただのバキ、大きく乗っけねえと。一個マジベル当選、サンキュー、やろう、ギリギリでもらえた命、消化しよう。もたもたしてっと7揃えちまうぞ。これね、まだ保証分ベルでも抽選来ないと終わらないんだ。なのにこの安定演出、おそらくベルが揃って乗っけます。全然違った。え、すごいすごい、ベル来ない、終わらない。裕次郎カットイン、これ絶対に勝ち上がるわ。レベル、おそらく強水化でレベル勝ち上げ、これナイス。え、こっから超大事な試合が始まる、本当の試合、死ぬに会うで試合だから、いくよ。はい、絶対勝ち上がってんだよな、ほれ
る。これレベル3まであんぞ。これ3つ目落ちんだ。絶対に絶対落ちんだ。オッケー、チャンス目、3つ目耐えろ。ほらこれ絶対レベル3だわ。勝ち上げたわマジ。ほれなめんなっつうのは。これがレベル3だわ。耐えろよ。オッケー、待て待て、とんでもねえ、本当にとんでもない。あと3つぐらい乗っければ確定か。やるぞバカ。手を止めるから。いや待て待て、かくってね、これかくってるわ。かくりました、やば。もうマシマシ。もうここがジローだったらもう食べきれてないわ。お残したわ、ギルティ。あーこれ強くら濃厚の歌だ。こんな曲のタイトル教えましょうか。ビューティフルビースト、強くらまでのストックが保有してること濃厚っていうね。まあ実際は23まで確定しております。ビューティフルビースト。おいさくら、ビューティフルビーストって聞いたことあるか。これで強くら。いや素晴らしいね、最強。え開かないんだか。待って、え開かないパターン何これ、ありえんの。え、あ何これ、壊れて開かなかったんで自分で開けました。久しぶり強くら。おい、あとんでもない。今この一瞬だけ世界で一番強くなった気がします。よし、はい、24まで確定しております。それが終わってから強くら。はい、ストックない状態、いつ終わってもおかしくない。終わったわ。やめろやめろ、その遠くを見るような目。やるぞ裕次郎、バキバラス強くらじゃい。地上最強はここからなんで行きます。よしやるぞ。ちなみに直近4回代行全部成功しております。まずは早めに4択もらって裕次郎にプレッシャーをかけていきます。よし早い、やりました。時間だ。早くも決まるかもしれません。まあ、結論言うと格闘技って数学なんで、あとは統計学に当てはめていくだけ。最初は赤、つまり赤赤ってことです。同色です。これはいきます。よしよしよし、次次。全然真反対、約 64% で成功すると言われている。まずい、来ない。もうチャンスがないと当てらんない。レイアコだな。一択に変えよう。うわ惜しい、多分 10% とかなんだろうな。待て、カットインなしが一番怖い。もう余裕がねえぞ裕次郎。よし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 、よしやろう。青赤青、じゃあ赤青赤研ぎ澄ませろ。もう数学ではない、本能で決める。プチ切れそう。うわここで赤同色、隣だったか。ここだよな、この引き。チャンスをいっぱいもらえばいい。あれ俺もう本物になっていい。もう反対に行きまくっている。残り9ゲーム、しゃあ
なんとか引っ張れてる。いけ、よし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 、もうやばい、本当にやばい、決めなきゃいけない。4択、青青赤、いけよ、もう無理だこれ、全然合わない、もう全然反対。これは子役でやるか、茶目の奇跡。もう残り1ゲーム、いいぜ勝ち目、やったわ本当に。今から虚無みたいなバトルボーナスいきます。行かせねー、持ち味行かせねー、地上最強なので、いや最弱よ、やめてー、どうしようこの後、身の振り方考えないとね、波動えぐ、どうしよう。あーいいっすよ、まず代行しよう。はい、大移動してまいりました。今日の動画は濃厚ですよ。新鬼2だね、ほぼ初打ちなんだけど、こういう台、まあ、46枚貸し出しなんで、まあ、約4万円入っているような新鬼2で、この台の細かいことは知らないけど、腕力さえあれば勝てるっていうのは知ってるんで、新鬼2でも一戦フリーズしてこの動画超濃厚にしたいと思います。でコイン持ってきました、2243枚、もうね勝ち試合、こっから負けるなんてありえない。ではね、さっきのバキのコインを使いながら打っていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ負けねえだろうな、最強最悪。はい、チェリーからチャンスも来ました。はい、ズバってんね、いや俺ゲート来ないんだもんね、これすぐまでいけんじゃない、エクストラゲームで、これがエクストラゲームとかいけたけど、あ、なるほどね、リプレイ、こんな感じでいいの、これ赤までいけば熱い、あ、そんなんいってらんない、ラストムカつくー、あ、いった、憎いことやってくるな、引くね、よし熱までいきました、さすがに無理か、圧まで行きました、さすがにもらったわ、はい、タイマー来るよ、シュンくん、はい、なんと200枚で当たりました、ラッシュゲット552ゲーム、持ちメダル2000枚、パチスロがうまい、今日初めてやるんで早期で行きます。まあ言うても僕ね、新鬼武者めちゃくちゃ打ってるんで、もうその経験値で打っていくわ、はい、継続バトル、要は乗せるか継続させるか、どうやってメダルを増やすかは君次第ってことね、あとは君次第、あれそう固まるんよ、継続強チェンだけじゃないよね、天井ポイントに入ってる、ボラ抽選してるのかな、スー懐かしいゴミボール、おい、全部で20ゲーム制、リーチ名確率上昇中、テロンいってる、スーゲーム、マジこれがリーチ目ってことか、あ、楽しみ方これね、新鬼武者2、もうあの頃とは同じものではないわ、もうテローンでここ止まって、もうここの赤ならでもう社のせいって感じか、まあ、これもう理解したら面白いじゃんこんなの、鬼もな、え、これビッグはあんのかな、はい、180枚、いい
これもう何これ連チャンしまくればゲーム数も増えまくるって感じか。はい、継続バトル。青ゼリフ、少しでもチャンスアップは絡めばって感じじゃないの。頼む、押されてる。あ、押せなくなってるとか。押されてるんじゃない、押せなくなっている。オッケー、あかね、このストーリーを読み上げてる時のテローンはね、マジ熱いから。昔通りならてか絶対そうしてる。はい、これね、察知しちゃうよね、チャンスね。そういうこと。タイ、体験入学のタイ。弾開けます。まあ銃とかだろうな。そりゃそう。バカーン、ガッチャ来た。境地残弾なったわ。30いくんじゃない。 OK、 つなげた。しかも B1 名高確率。え、何このクソおもろい台。なんで俺は打ってこなかったの。バキの5倍面白い。いやでもね、ゴミもしかないんだよな。でしかもこの10ゲームもらえちゃう。きた、これ熱いから。はい、何これ、ちょっとバー以外見たいんだけど。ベルフリーズ見たいな。あれ緑がむずいっぽいな。あれ、これベルフリーズあるんじゃない。ほら、そういうことか。アーツビック、告知はなし、残念。中ゲーム、しかしこの効果を生かせれば一生連チャンするんで、別に乗っけなくても OK。 あー、これね、やっぱリプリプスイカのリーチ目みたいな。あ、適当に言うのやめよう。うわ、昇格確定まで残り3。これ青棚の方が絶対に偉いよな。はい、新創建ボーナス枚数が多いみたい。はい、告知はありませんでしたが、シコシコ乗っけている。パンダに消えた。用意されてましたか、パネルゲー。楽しみながら押しちゃいます。チャンス。あー、やっちゃいけないサイズ感いただきました。これ一斉フリーズじゃね。一斉フリーズやんこれ。そうだよね。510とかいく？もうあのバキは打ってはいけないわ。新鬼2もこれから積極的に攻めていきたい。その所存見てこれ。浜崎も来るわ。パチスロ YouTube やってバキ打つなら強くらやらんといかんし、新鬼2打つなら一戦フリーズやらんといかんから、今日両方をなしてしまった。とんでもない。境地、これグラッツラ。マジか、マジかよこれ。はー、やばない、なにこれ。トレーダーがやばすぎる今
この黄色ガッチャは間違いなくさっきのスイカが何かをしている。いや、強ベルあるんか。ナイス。これまた近代かな。広角来るか。そうだよね、強ベルから。マジ？スユ、新スユ武者。ナイス。強ツエイ。さすがに切れねえか。さあ何本いくかね。まず桜ね、これ全然300もあるみたいよ。100で終わんなよ。止める。ああ、じっくり行こう。どうせ設定ねえんだから楽しい時間は長い方がいい。それ超えてるわ。100、どうせ150があるんだろうな。え、やばいぞこの球。これやばいな、懐かしいこの感じ。いくよ。え、これすなわち200以上。え、マジ出たー。いや過ぎてる。210ってことか。え、しかもベルしょぼい。ナイス。もうトゥピトゥピーってもう聞いたことない音流れた。うわ、ありがてえ。これエンディングいけるかも。1800枚ぐらいへこんでっから4000枚出る。いや、そう思うと遠いな。あとユニーク感どこで切ってるか分かんないから。え、こんな共通へ来ていいの。ゾーン。うわ、マジ恐ろしいて。マジ恐ろしいて。そんな振り分けないよな。えぐ。大阪楽しい。あの、僕大阪3連戦で昨日芝生くんと南で遊んどったんですよ。3軒回って結構しっかり飲んだんですけど、二日酔い全くなくて大阪の水質が合ってる。はい、ほとんど上乗せなく桜玉いきます。100超えてほしい。いや、一発告知いけっかなと思ったらいけたね。はい、130ゲーム。さあ頑張って乗せないと。継続ストックは2個ある。ああ、そういうことか。矛盾で当たりボーナス。今日でズバルはな。これが完全白地か。うわー、これでリーチ目。マジでいい感じ。あ、いいっすよ、どうぞ。あ、はい、どうぞ。一人一枚なんですよ。あ、どうぞ。ありがとうございます。はい、頑張ります。あれ、残り122枚。え、ステッカー配っとったらもうこれ終わるみたいだ。あー、ユニーク感切れとったんだね。はい、3126枚で完走でございますと。とんでもないことになりました。もうね、これ流してバルブレイブでも行ったのかなっていう気分なので、今合わせて5000枚メダルを持っております。もう今日総なめしちゃおう。はい、なんかミミズっぽいバルブレイブしか開いてないんで、まだ鬼武者2触っていきたいと思います。よろしくお願いします。今本当にいいイメージしかないから、ちょっとはね、この台の悪いところ見ていこうか。もう一発目のチャンスゾーンで当たりまして、そのまま完走だから、普通走はいかんはずだから。ナビアリサンキューシュッ。リップで許してしゃあねえわ。イカシ侍いきます。押せない、やだ。今日マジ
ありがとう。継続ゲット。そういうことか、びっくりした。ナイス。負けたことないから分かんない、負け方が分からない。リーチメン、オッケー、リグショー、境地は本物だな。はい、798枚で終了。もうちょい悪い展開になるまで打つわ。うん、楽しい。アンテの帰りを待ってるよ。はい、これで実戦終わりにしたいと思います。完璧なやめときかと思います。ではね、バキと新鬼トータルの収支結果は後ほど。はい、店内状況いい感じのグラフの新鬼2、3200枚、2個隣の角も別積み5箱で、こちらの番長ゼロが3枚で1500枚かな、プラス2個隣の番長ゼロ、めちゃくちゃいいグラフだね。4箱お持ちです。こちらの番長ゼロも綺麗な勝ち盛り2箱。モンスターハンターワールド、この方が全部で3700枚、絆2が未だに稼働しているのは設定があるからかな。この方が勝ち盛り2箱、隣の方も勝ち盛り2箱。いや、めちゃくちゃいいグラフ、絶対上だ。ありがとうございます。3枚でプラス3000枚くらい、隣の方もいい感じだね。3箱お持ちで、その隣の方もピーク4600枚。絆2いい感じか。こちらの方もいい感じのグラフで、3枚でプラス2500枚くらい。犬屋さんが前代稼働してまして、この方すごいね。別積み4箱、上にも3箱でピーク6000枚。ハバネリ、この方が3箱、その4つ隣がこの方が別積み合わせて3箱だね。でこの方アクエリオン、いい感じのグラフで別積み3箱、上に1箱、こんなグラフ。3枚でプラス2000枚くらい。俺そらこの方いい感じのグラフでピーク5200枚だね。この方のトワルが別積み4箱と上に1箱、ピーク5400枚。鏡ね、死後の確定聞いてるんだけど、7万円入りましたとかちょっと分かんないね。この鏡はいい感じ、ピーク3枚で6500枚出てるね。素晴らしい。この鏡も悪くないように見えるんだけどね。ピーク3100枚。こちらの角の鏡もかなりいい感じ、ピーク5100枚。隣のやつも揉んでいるようなグラフ。こちらの鏡も3枚でプラス6000枚。この方の鉄拳デビルアルティメットがピーク4500枚。この方の反逆、めちゃくちゃいいグラフで勝ち盛り2箱半。こちらの北斗の拳宿命もいい感じのグラフ、ピーク5000枚出てますね。素晴らしい。でここのジャグラーはね、設定使ってるんですよね。合算107分の1、ビッグ15回、レギュラー28回のアイムジャグラー。こちらのアイムジャグラーが合算99分の1、ビッグ28回、レギュラー28回、間違いないね。隣の台も合算128分の1、ビッグ20回のレギュラー21回。ファンキー2コーナー合算108分の1、ビッグ24回、レギュラー26回。こちらのファンキー2も合算122分の1、ビッグ24回、レギュラー22回。マイジャグ4コーナー、こちら合算111分の1、ビッグ19回、レギュラー29回、間違いないと思います。こちらのマイジャグ5が合算123分の1、ビッグ23回、レギュラー21回。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。といったわけで実戦終了です。収支いきましょうか。投資13000円、回収バキと鬼武者合わせます。なんと綺麗に5500枚回収。ぶちかましたね。途中今日万枚出ちゃうんじゃねえかなって思ったけど、さすがにね、運量がつきました。おそらく2台とも設定的には期待できないんだけど、ついに力でスロットが蹂躙できる時代来ましたね。はい、もう非常に喜ばしいです。鬼武者2打つタイミングずっと見失ってた。まさかね、あそこまで力でなんとかできる台とは思わなかった。まあ朝一取るのは難しくても、昼以降結構ちょこちょこ飽き出すんで、それを積極的に狙ってみてもいいかなと思いました。そんなね、新しい立ち回りを得得した僕のスケジュール、こちら。
遊びに来てくれた方には、いやもうそんなの続かないよ、ステッカーをお配りしております、ぜひもらいに来てくださいといったわけで、今回バラス、いやすごかったよ、内容めっちゃ濃かったよ、二部構成でもいいんじゃねえかって思ったよ。たださ、スロット舐めすぎじゃねえかって思った方はチャンネル登録とグッド、ツイッターフォローしていただければと思います。では今回これで終わりになります。次回もご視聴よろしくお願いします。